ピンピンガチャピンです。どうもノックですぞ。今日は僕たち箱根彫刻の森美術館の1日館長をやったの。いやほんと久々の外ロケですよね。でね、今ちょっと休憩中だから箱根彫刻の森美術館のお土産ベスト5を紹介しようと思います。いいですね。でもなんだかあっちの方からいい匂いがしてきましたよ。きっとね、おいしいものがあるに違いません。ちょ、行きましょう行きましょう行きましょう、ね、もう、ね、ほらほら、もうガチャピンも早く行ったら、ちょっとちょっと待って、ガチャピンチャンネルですぞ。おー、どれどれ、わー、いろんなものがある。やっぱり美術館なだけあっておしゃれなものが多いよね。ほほ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 、いいねいいね。あれ、モックどこ行ったんだろう。まあいっか、きっとどっかでつまみ食いしているんだろうし。待った、イライラ見ちゃおっと、お買い物、お買い物、ひとやす、お、100円、あー、儲けたが多くてわからない。どうしよう、どうしよう、怖い人たちに連れて行かれるかもしれない。どうしよう、どうしよう。ランラランラララ、ガチャピン、ガチャピン、ガチャピン。あー、ムク、何かいいものあった？これからね、ゆっくり見ようと思ってるんですよ。ガチャピンは何見てたんです？いや、なんもない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 、なんにもない、なんにもないって、ほら、あっち、お団子、お団子、お団子が、あ、そう、いや、あっち、まあ、でもそうですね、お団子があるならちょっと私、行ってきます。とりあえず、なんだかごまかしてしまった。どうしよう、これ、どうしよう。とりあえず、かっこす。あ、そうだ、あれ持ってきていたはず。急げ、急げ、急げ。これを、こうして、えい、おー、バッチリいいんじゃない。ガチャピン、お団子ありましたよ。あ、そっか、よかったね。あれ、この布さっきありましたっけ。こうなってた、こうなってたって。そうでした。いや、こんなのなかったように思いますよ。あ、ムク、あっちの方にポテチ、ポテチ。え、いやいやいや、それは食べないといけませんよ。あっちですね、行ってきます。あー、危ないところだった。どうしよう、これバレちゃうかな。どうやって隠したらいいかな。もっといい方法ないかな。あ、そうだ、とりあえずあれを置いておこう。いっそげー、いっそげー。これ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 、いいでしょう。僕とムックのコップ、これは僕が使っています。これをここに置けば、ほーら、素敵、なんだかいい感じだよね。多分大丈夫、これで大丈夫。ガチャピンチャンネル、ガチャピン、ムック、ありましたよ、ポテチ。あ、そうなの、適当だったのに。あれ、適当？あ、いや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 、なんでもない、よかったね。あら、ガチャピン、これ私たちのコップじゃないですか。あれ、なんでこんなところにあるんですか。ああ、これ、初めから、あたよ、これあたよ。いやいやいや、最初はありませんでしたよ。え、ちょっとよく見せてくださいよ。ほら、これ、ガチャピンがよく使ってるマイカップですよ。なんでこんなところに。ほら、あ、僕、ほら、あの、ほら、あっちの方にまだお菓子が山盛り。あっちの方ですか。ほら、あっちちょっと行ったらいいと思う。ちょっと行ってきて、行ってきて、行って。わかりました、行ってきますよ。
あーなんかもうごまかすのに罪悪感が、あー嘘ついてるうちに本当のことを言えなくなってきてしまった。こんなことなら最初から本当のことを言っておくんだぞ、言っておくんだぞ。もう勇気を出してちゃんと謝ろう。それが一番良かったんだよ。ガチャピンチャンネルですぞ。ガチャピン、今度はね草餅が売ってました。で、あらガチャピン、このコップ、あーごめん、このコップ僕が割っちゃったの。え、最初言えなくてついつい嘘をついてしまいました、ごめんなさい。あら、そうだったんですか。でもガチャピン、これね、もともとこういうデザインですよ。え？確かこれはかの有名なドン・パフが作った、壊れているようで壊れていないと見せかけてやっぱり壊れているコップなんですぞ。そうだったの、最初から。そう、だからガチャピンは最初から何にも気にする必要はなかったんです。よかったでもガチャピン、これで勉強になったんじゃないですか。嘘をつかずにちゃんと謝る、ガチャピンはちゃんと謝ってくれたから、私はガチャピンを褒めたいと思いますぞ。大人の人たちにも見ていただきたいですな。よく頑張りました。ありがとう、はいはい、ほらむく